はい、皆さんこんにちは。ジャンピングゴー。はい、今日はですね、新しく登場した激ゾチックの IC グラップラーをね、入手していいとこまで行きたいなと思います。このファビオスパークルメンがね、持ってますんで、めっちゃいるね、これ。みんな買いに行ってるね。これ赤いやつじゃないですか。赤いやつですね。とりあえずこっち行くか。やばいな、こっちもいるね。とりあえずこの家行こう。ここ登っていくと気づかれちゃうからな。意外といない。じゃあいただきましょう。400インゴットです。そしてこの IC グラップラーなんだけど、こうめっちゃ滑るんですよね、これね。だからこういう高所とかがやばい、やばいのよ。こういうのがめっちゃ滑るな。やっぱやめた。こういう時、こういう時、こういう時落下ダメージ食らっちゃうんですよね。いや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 、無駄に落下ダメージあれなのかな。移動時代はめちゃくちゃ速くできるんですけど、落下中に例えばこうやって、あ、これ止められるんだな、こんなところに。お、よかった。で、水に入るとどうなんでしょう。あ、さすがに水に入ると溶ける。あ、溶けてない。いるじゃん。みんな使ってんだ、これな。オッケー。オッケー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 。ここ、ここ、こういうとこ。あ、大丈夫。難しいね。くー、待って。オッケー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 。ちょ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 、コンバット持ってらっしゃるね。コンバットいただきましょう。お、普通のグラップラーも持ってる、この方。じゃあこんな感じにしとく。取らせて、取らせて、取らせて、取らせて。こういうとこよね、こういうとこ。これちょ、落下実験をしたい。こうやって、こうなった場合、これでまだ大丈夫？あ、こうなれば大丈夫ね。これはすごいね。めっちゃ移動できますね。ウィッチブルームがなくなっちゃったから、移動系大変だなと思ったんですけど、これやばいやばい、こういうのがまずい。めっちゃいいね。めっちゃ早いな。すごいすごいすごい。あぶねあぶね。うわ、燃えてた。どこどこ。
いや楽しいこれ。やばいやばいやばい。楽しいけど暴れすぎね。痛い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 。いバレた。やばい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 。ああ、いない。あ、いる。マジか。あー、やべ、終わったかな。いなくなったみたいだから行かせていただきます。やべ、来た。こうやっても、こうやれば大丈夫。ほい！これで大丈夫。落下ダメージももうこれで気にしない。ほー！大丈夫！素晴らしい。マジで？こうだな。じゃあこれだから、ちょっと一回実験しますね。ふーってやってもこうやればダメージを食らわないんだ。すごい。どこだ。うわ、楽しい。あぶね。あ、これがきつい。落下ダメージ痛い。やばい、これまずい。やばい、落下ダメージ痛いな。楽しい。めちゃくちゃ楽しい。うまい下手は別として、ごめんなさいね、ゼロキルですけど、すいません。よし、おろ。あ、ここだ、ここ耐えないと。耐えて、危ない、危ない。健在なくなっちゃった。オッケー。
1枚しか建築できないぞ。入ってないのね。もうちょっと建材集めさせて。行った。やばい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 。壊れない。オッケーオッケー。降りてらっしゃい。イエーイ、ありがとうございました。オッケー。いやー、なんか知らんけど、0キルビクロイかな。1キルか。1キルはしましたかね。いやー、石グラップラー面白いですね。すごい気に入った。ただこれね、ソロ専用かなと思いましたね。こういう風に自由自在に動けると、勝手に一人でどん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 進んでっちゃうなっていう気がしました。はい。でもすごい楽しかったです。はい。ということで、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方、ぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。